今から、1曲目三歩サザエさん、では聴いてください。私は元気、歩くの大好き、どんどん行こう、坂道飛んでる草やっぱら、一本橋にでこぼこ砂利道、雲のすくゆって仕事とかいろいろありまして、ね、今日もさっきのみゆちゃんと同じく、もてなしドームから、こちらの方へ駆けつけました。来週も再来週も多分、こちらの方に寄せていただくと思いますので、ぜひまた時間がある方はいらしてください。ではですね、あやかさんの虹色という曲を聴いてください。
強くなること、一つ一つがあなたになる、虹は続くよ。
私もちょっとオリジナルの曲を、入れまして、限定で CD を500円で、3曲500円で、ぜひ聴きたい方がいましたら、後でおっしゃってください。ちょっとサインを書かせていただきますので、ぜひお声かけてください。それでは、ではですね、ジブリの中でとってもね、いい曲なんでずっと歌ってるんですが、天空の城ラピュタの中からの君を乗せて聴いてください。
自己紹介ちゃんとしなかったので こちらでさせていただきます。白衣から来た塩谷澄子といいまして、現在会社を勤めながら土日時間の許す限りあちこちもてなし道路とか白山とかあとね県外にも依頼があれば行くようになりまして、よくね私お子さんに結構この面白い顔が好かれるのかお子さんになんかね気に入られてしまって、保育園とか施設とかよく歌いに行くんですがね、そうするとさっき のありのままでとかああいう曲を私よりも大きな声で歌ってくれたりするんですね。で私は元気を渡せればいいなと思ってるんですけど、100人元気をもらったりとか、ね、そうやって活動してます。で今日もですね、お友達で、手の器用な方がいまして、そちらに今ハンドメイドフォトフレーム手作りフォトフレームを作られているゆうこさんが、このイヤリングとこのラリエッタを作ってくださいまして、私のイメージで作ってくださったそうです。ぜひ記念に残ると思うのでぜひやってってください。お隣のハンドメイドの方もねとってもね可愛いのが並んでますのでぜひご覧ください。では、私の最後の曲になります。今日の CD にも入っていますが、あなたに出会えて、この曲は、最後皆さんで盛り上がりたいなと思って作った曲なので、サビちょっとやってみます。ララララで簡単なのでぜひ一緒に歌ってで手拍子をして楽しく終わりましょう。ではこの後、タクロー君もライブされていますか、されてくれますので、それではなんかおかしいな、はい、ライブをしてくださいますので盛り上がって楽しめるんじゃないかなと思います。では、私最後の曲、あなたに出会えて、皆さん手拍子よかったらしてください。ではお願いします。今日は何だか
ことが起きそうな気がします。